ラッキー、ユージーン・ベネット・フラッキーは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は少々。名誉勲章受賞者。潜水艦バーブの艦長として、空母運用撃沈、カラフト攻撃など数々の先行を挙げた。ラッキーこと、ユージーン・ベネット・フラッキーは1913年10月5日に、ワシントン DC で生まれた。 ウェスタンハイスクール及びペンシルベニア州マーサーズバーグのマーサーズバーグアカデミーで学び海軍兵学校受験に備えてワシントンのコロンビアンプレパラトリースクールに通うフラッキーは1931年にアナポリスに入学し1935年6月に卒業して小位候補生となる卒業年次から アナポリス1935年組と呼称された、この世代には、太平洋艦隊司令長官ハズバンドキンメルの、息子で、潜水艦ロバロー艦長のマニングキンメル、シーラヨン艦長として、戦艦混合を撃沈したエリートーマス・ライヒラがいる。卒業後のフラッキーは、戦艦ネバダに配属され、ついで駆逐艦マコーミックに上艦した。1938年6月、 フラッキーはコネチカット州ニューロンドンの潜水学校に進み、受講後は S-42 配属を経て1938年12月にボニータ勤務となり5回の紹介を経験する。1942年8月にボニータを離れてからはアナポリスで船舶工学の高等課程を受講した。1943年11月、フラッキーは ニューロンドンに赴き、太平洋艦隊潜水部隊に配属される、バーブの艦長に就任することを通告された。バーブはここまで、大西洋と太平洋で7回の紹介を経験し、4月25日にミッドウェイ島に帰島したところであった。フラッキーは4月27日に着任し、 イゴバーブの艦長として5回の紹介を行って、第二次世界大戦での偉大な潜水艦長の一人として、地位を確立することとなった。1945年7月22日夜には、乗組員で上陸部隊を編成し、カラフト東線に爆薬を仕掛けて16両編成の列車を吹き飛ばしたが、これは第二次世界大戦中唯一の潜水部隊による、 上陸作戦として記録された。フラッキーは上陸作戦を行うにあたり、艦のあらゆる配置から志願者を求め、またボーイスカウト出身者を特に選んで編成した。各て編成された上陸部隊は、ポール・サンダースを筆頭にウィリアム・ハット・フィールド、フランシス・セーバー、ローレンス・ニュー・ワード、エドワード・クリング・スミス、ジェームズ・リチャード、ジョン・マークソン及びウィリアム・ウォーカーといった顔ぶれで、 編成され、ハットフィールドは、線路のもとに爆薬を仕掛け、遠隔操作で爆破できるよコードを張り巡らす、担当に就いた。フラッキーはバーブでの紹介のうち、11回目の紹介を除く4つの紹介での功績で、海軍十字章を授与された。11回目の紹介では、 中国沿岸部42キロ半以内、水深約37メートルの旋回にあった2つの船団に対して後方から攻撃を仕掛け、2隻の護衛艦が追跡してきたのを受けてバーブは、通常比150%のエンジン出力を行って23.5ノットの高速で海域を抜け出した。このフラッキーの顕著で大胆な攻撃に対して、海軍十字章より、 上の名誉勲章が授けられた。また、8回目と11回目の紹介に対しては、主君部隊賞を、12回目の紹介に対してはさらに、海軍部隊表彰も受賞した。フラッキーは、1992年に出版した辞書、サンダー・アビローで、バーブでの日々を次のように述べている。砲弾、爆弾及び爆雷を持って、バーブを痛めつけようとも、 バーブはその度にパープルハートをもらうことなくくぐり抜けて、いつでも戦う準備が整っていた。1945年8月、フラッキーはグロトンに赴き、建造中のドッグフィッシュが竣工した暁には、艦長に就任することを聞かされる。しかし、ジェームズ・フォレスタル海軍長官の命で艦長の話は取り消され、代わって統合軍計画に参画させた。 1945年12月には、海軍作戦部長に就任したチェスター・ニミッツ、元帥の下で指摘副官と、情報作戦参謀に就任した。2年後の1947年6月9日には、海上勤務に戻り、シュノーケル装備とグッピー、通海収が予定されていたハーフビークの艦長となった。1949年6月、フラッキーは、 大西洋艦隊潜水部隊に転じ潜水艦予備部隊を指揮した。翌1950年には、大西洋艦隊潜水部隊司令官、ジェームズ・ファイフ大将の主席秘書を務め、1950年10月1日から1953年7月までの間は在ポルトガル海軍駐在部官を務めた。ポルトガル政府はフラッキーのこれまでの功績に対して、 自国以外の武漢に対しては初めてとなるメダラミディータルを授与された。ポルトガルから帰国後の1953年9月には潜水母艦スペリーの艦長に就任する。1955年10月14日から1956年1月14日までの間は第7潜水戦隊、後の第7潜水グループの指令を務め、アナポリスで 電気工学部門の筆頭講師も務めた。裁判年のフラッキー1960年7月、フラッキーは、時のドワイト・ディーアイゼンハワー大統領の推薦を経て、少々に進級し、10月には、第四水陸療養船グループ司令官になった。1961年11月には、ワシントンの海軍調査査察委員会で委員長となり、 1964年から1966年の間は太平洋艦隊潜水部隊司令官の座に就いた。その後、1966年7月に海軍情報局ディレクター、1968年にポルトガルへの軍事顧問団の団長となった後、1972年に少々の地位で退役した。 1979年に42年間連れ添った妻のマージョリに先立たれたがポルトガル出身のマーガレットと再婚して2番目の妻とし移行数年の間ポルトガルで個人をマーガレットともに運営した2007年6月28日フラッキーはアナポリスのアンアルンデル医療センターで死去した去年93歳フラッキーの墓は 母校アナポリスの敷地内にある海軍兵学校墓地に埋葬されている。フラッキーは1948年にボーイスカウトからイーグルスカウトを受賞しており、名誉勲章とイーグルスカウトの双方を所持している9名のうちの1人として記録されている。なお、戦火のうち撃沈席数のランキングでは4位であるが、トン数順位のランキングでは1位となる。 この場合の2位は93,824トンを記録したタング艦長のリチャード・オカーンである。オカーンは撃沈隻数では24隻を記録しており、撃沈隻数のランキングでは1位である。フラッキーは名誉勲章と海軍十字章の他に金星章3個。 海軍主君部隊賞リボン及び海軍部隊表賞リボンを受賞し、少々時代にかけてアメリカ防衛従軍賞とフリートクラスプ、太平洋戦線従軍賞、アメリカ本土防衛従軍賞、第二次世界大戦勝利記賞及び国土防衛従軍賞を受賞した。このうち名誉勲章の受賞理由を下に掲げる。 彼の指揮するバーブは1944年12月19日から1945年2月15日にかけての11回目の紹介で作戦した中国東海岸部において落命の可能性とアメリカ軍軍人としての義務の限度を乗り越えて大胆かつ勇敢な攻撃を行った1月8日フラッキー中佐は2時間の夜間戦闘で敵の 弾薬搭載船などを撃沈した後、1月25日には、大胆にも、南関ちゃんの港沖に集まる30隻の敵船の、真っただ中に乗り入れるという偉行を成し遂げた。この海域を抜けるには1時間は見積もる必要があり、また暗礁や、嫌いの存在も考えられたが、彼は、戦闘配置、魚雷発射用意、の号令を出して、 水深9メートルの海域で2.7キロの範囲に、いた敵船に対して、監視発射艦の魚雷を発射した。すぐさま艦備発射艦の魚雷も発射し、攻撃の結果、8本の魚雷のうち6本が命中し、弾薬船は周囲をも巻き込むほどの大爆発を起こした。バーブは高速で、危険水域を抜け出し、4日後には安全水域に艦を移動させた。 英雄的な戦闘行為の締めくくりを日本の大型貨物戦撃沈で締めくくった。アメリカ海軍はフラッキー中佐と彼の勇敢な部下に対し、ここに最高の栄誉を与えるものである。ザナックコノは1945年1月8日のタンカー、ヒコシママルの撃沈に関してクイーンフィッシュ及びピクーだと戦火を3等分したもの。ただし実際には 彦島丸に命中した魚雷はなく、沈没原因も魚雷回避中に座礁して果てたものである。ありがとうございます。